ギー開けております。いや誰だ、ちょっとちょっと待って、ちょっと待って、ファイヤー、待って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 、まずい、俺はまずい、これしかないじゃん、僕のために最後1個行ったんだねぐらいの勢いでポツンとね牛タン半額あったんですよ。で危なかった、あのね左からお姉さんが左から迫ってたわけですよ。で僕シュッとやっぱ牛タンじゃないですか、やっぱりね、なんか食べたいなって思うので、牛タンコーナー行きました、半額見ましたと、お姉さんがね隣に迫ってた、でもスッと手を伸ばして半額ゲットしました。危なかった、多分ねあれねちょっと遅かったらお姉さんに取られたと思う。でてれん、安定の黒ラベル、黒ラベル2本目いきます、よし、
くない？半額。国産牛ロースステーキ。これ焼けないんだ。いやー。ダメだ。ちょっと待って。やっぱハサミだ。ハサミがいれば。これハサミがいる。半分に切りましょう。これ半分に切ろう。ダメだ。お待たせいたしました。よし、半分に切りました。でもね、半分でもね、この大きさよ、この大きさ、この分厚さ、やばくない？これ800円ってやばくない？1枚で800円より安いと思う。正直1枚800円でもいいと思う。やばい、半額ってすげえな。このお肉って感じです。美味しそうです。いやいいね。もうちょいだったかな。もうちょい行こう。ごめんなさい、もうちょい行こう。今後ともよろしくお願いいたします。これからもね、頑張りたいなと思って。今度ね、M1 にも挑戦するんですよ。チーム組んで。分離部分をちょっといただきたいと思います。ちょっと脂身が危ない部分も。よし、消毒だ。いただきます。
実食。ちょっと待って、わさび醤油、わさび醤油大事、わさび醤油大事、わさび大事、わさびも大事、わさび、わさびがいい、わさびがね、いいんですわ、マジで、いい味出した、わさび。わさび醤油でいきたいと思います。うーん、わさび醤油、いきます。いやー、やばい。ファイヤー。待て、まずい。これはまずい。いきます。いただきます。ステーキ、見てください。ステーキロール。ステーキロール。ステーキロール、いきます。8月初日ラストこれ全部醤油食べたのかと思うとちょっとやばいね。いただきます。幸せでお腹がいっぱいです。はい、本当に応援していただきありがとうございます。引き続き YouTube は2万人、 Instagram はまあ伸びるところまでとは申しますものの、まあ、目標はとりあえずまずは4万人そして5万人を目指していきたいと考えておる所存でございます。はい、まあ、どこまでね頑張れるか分かりませんけれども、皆さんの応援をいただきながら今後とも頑張っていただきたい、いきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは隅から隅までずずずいと濃い願いあげ立つ立てまつります。間違いながら終わりたいと思いますね。ありがとうございました。いいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ナイキッチンチャンネルでした。またね。もうね、うまい。